はがきサイズの紙にうさぎの形を描き、元になる色を決めて自由な感覚で塗っていくオリジナル塗り絵です。まず写真やイラストを元にしてうさぎの輪郭を描きます。うさぎの輪郭の中に自由に模様を描き足していきます。最初は大まかに、だんだん細かい模様を描いていきます。模様が描けたらベースになる色を決めます。ここでは絵の具の三原色のうちマゼンタにあたる色を使いました。濃く塗りたいところに絵の具を米粒ぐらい出します。筆に水をつけ絵の具を伸ばしながら塗っていきましょう。絵の具は継ぎ足さないので、後から塗ったところの方が薄い色になります。白く残したいところには塗りません。ベースになる色が塗れたら他の色を重ねていきます。絵の具はパレットなどに少しだけ出して薄めながら使います。ベースの色と重ねることで元の色とは違う色ができます。いろいろな色を少しずつ重ねてみましょう。出来上がったら台紙に貼り、題名をつけましょう。こちらのうさぎは輪郭は先ほどとほぼ同じですが、花模様にしてみました。ベースの色は黄色にして花びらを白く塗り残しました。お好みでいろいろな模様や色をお試しください。一色だけでグラデーションにしてもできます。みんなの作品ができたらお月様やコスモスなど秋らしいものと一緒に飾りましょう。